石です。おい元気ないな。おい中石です。はい、ということで、久しぶりの育成動画でございまして、はい、ということで、まあ、今の現状でね、とりあえずマスローから投げてもらいましょうというところで、どうぞ。ここで投げるんだよ、ここで投げるんだよ、どうぞ。はい、はい、はい、ということで、はい、ということでですね、で、なんか、まあ、前回やったのはちょっと絞っていこうかなみたいなところを取ったと思うんですけど、で、何やらこう、お悩みというか、なんかイメージはできたんでね、はい、イメージはできてきたけど、イメージ通り体が動くかどうかが分かんないというか、はい、はい、自分のことはちょっと、なんか絞ってって言われて、うん、絞る練習をしてたんです、自分の中では、うんうん、で、できてるって思ったんですけど、はいはい、第三者から見て全然絞れてないと、なんかテイクバックの時の最下点の時に自分ではこうなってるって思ってるんですけど、うん、他人から見るとめちゃめちゃこうなってるっていうところで、すごいギャップが生まれてるっていうのに苦しんでます。大問題や。で、まあまあ、その絞る練習をしている中で、要はその例えばこの間言ってたみたいに村松春樹選手みたいな感じで投げたいなとか、はい、まあ多分いろんなイメージがあるんですけど、イメージより体が動かないと、まあ、結構僕の中では問題だと思ってて、多分見てない間に、当て循環じゃないけど絞っていきました、絞ったけど届かなくなってきました、じゃあこれを無意識のうちに矢の角度を上げてまた無理やり飛ばそうとしてます。で、まだちょっとこう体がこう持ち上がる癖とかもじゃあ出てきてって、要は冷静に自分を見れてないというか、客観的に見れてないというか、イメージのギャップが出てきてると。で、例えば野球のピッチャーがこうやって投げてるとするじゃん、はい、ね、こうやって投げてるんだけど、自分はこうやって投げてるつもりだけど実際はこうなってる、うんうん、でこれって大問題で、なんで左に行くんだろうって言ってる感じなやばいですね、やばいですよ、やばいですよ。だから、一番いいのは僕よく言うけど鏡で客観的に見るとか、自分がどう引いてきてるかとかを知るっていうことと、もう一個は、これもよく読んだけど素振りをよくする、うん、こういう風に例えば引きたいなっていうあれがあったら、まず自分でゆっくりどう引いてきてるのかを素振りで確認する、うん、で素振りでやったものをそのまま今度同じ動作で投げる、うん、やってみよう、やってみよう、今の素振りとこの辺で話してることがある。こんなことある？ない。じゃあまずこの時点で自分が持ってるイメージとやって実際やってる素振りがそもそも違う。うん、じゃあ素振りをもっと丁寧にもう一回いこう。聞いてきます。大体は聞いてきます。じゃあこの辺からも話し出して開き出して手がある。そうだいたい、その流れの中で、うん、そう、実際に投げてみましょう、同じような感じで、
好きな角度でいいんで、見やすい角度でいいんで、僕はあの動画を撮ることをあんまり実は進めてなくて、うん、動画にしちゃうと細かい部分が分かりにくかったりとか、逆に細かい部分ばっかり見ちゃったりするんですけど、これもね、一番最初の動画だと思うんですけど、動画を撮る進めみたいなの僕の意思で上げてたんですけど、自分がまずどういう風に投げたいとちゃんとイメージをして、ちゃんとこう動かしてやってみると、僕だったら構えます、引いてきます、いやいや絞りながら入っていきます、戻します、出ます、降ります、手が回ります、これを素振りでやるとこういう、でこれをやった後に実際に、この動画を見比べる、自分がイメージ通り動かした素振りと実際の、投げるのがどう違うかを見比べる、全体像でいいです。でもう一つ、絞る練習をしてて、動画に残ってないと思うんですけど、肘を下げて絞って極端にやろうと、要は入れ物を作っとこうと、絞るイメージがないのに急にじゃあ絞りますってやってもおかしくなっちゃうから、動作だけでいいから育てとくってやつですね、僕が言う動作だけでいいから絞って実際に出す、この動作だけやろうとやってみよう、動作、そうそう、動作だけで、そう、グーして肘下げて、そう、で出す、そう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 、それだけ、それも一緒で、要はイメージがないものを急にやろうとしても、じゃあ絞ってくださいって言っても、いや投げれませんってなっちゃう、はい、下手したらそのイップスみたいにどう投げていいか分かんないか手が出ませんみたいになっちゃうんで、入れ物、自分の中でこう絞るっていう、表現がむずいか、大げさに大げさにこれで動かせるよってなったら、じゃあちょっと優しい方でも動かせるよねっていう、分かりにくいことだ、分かりますね、それも結局イメージの話、そのイメージがあるかないかっていうところですね。だから、話をぐんと戻すと、村松春樹選手みたいに投げたい、で僕多分その時に言ったのも、村松春樹選手ってそんなに実は役目ついてないよねと、だから、身長は10センチぐらい違うのか、身長は何センチ、52です。はるくんは何センチ、70くらい70なかったと思うんですけど、まあ男性としてはちょっと低い方なんですけど、でもやっぱり矢の角度ってそこまで実はついてないよっていう話をしたけど、それをじゃあ急にやろうって言ってもやっぱなかなか難しい、でライン通り絞ろうって言ったやつがどんどん投げていく中でわけわかんなくなる、自分はこうやってるつもりなのに、まずイメージがそもそもないから、だから動作だけをまずやる練習をしたり、そうやって素振りの練習をしたりしながらイメージをつけつつ、自分が実際やってることと照らし合わせていくっていうのはいいんじゃないかなと。ああ、たくさん刺さった、ありがとうございます、はい、なので、素振りをしながら、はい、素振りしたりとか大げさなイメージを自分の中につけながらっていうのが多分一番いいんじゃないかなというところで、動画を終わりたいいけました、伝わりました、伝わりました、はい、ということで本日の動画は以上になります。腕プリプリしてきた、ありがとうございました。